真っ白。いや、これもまた手早いですね。親でカッパキのチャンスですか。カッパキって言うんですかね。上がれないと苦しいですね。これはもう平たいピンフの形で、ねね、ペンサンソーですか。いい手。リーダーは軽いけど安すぎますね。ピンフにしかならないって。伊藤もまだ土だと1万2000点差内なんで、オーラス満タン積もったら土田小屋で2着目っていう、そういうような感じでこれ以上の補充は避けたい、そういう感じで打ってるのかもしれないですね、はい、っていうのはチートイ、もうドラが白なんで余裕の、ね、うん、ね、もう受けた時っていう感じじゃないですかね。今日はもう縦の相撲がものすごく成功、ね、成功してるんで、もうそういう風に受けますよね。土田が1枚持ってるだけですか。いや、ここからやはり飯田も伸びを変えてますね。伊藤はもうほとんど手を作らないでテンパりました。さあ、これは一応まあ仮点で、まあ、ここはリーチないですね、はい、ドラの白を引いた時の場合がありますんで、中盤っていうのは山に3枚ですか。さあ、ここで変えるかどうしますか。どっかでリーチ行きたいんですよね、多分。うん、まあ、でも一発に、まあ、スーピンは飯田が2枚ですね。伊藤がああいうピンズをものすごく切ってるんで、伊藤がスーピン持ってきたら、あ、ここで、いや、それでいいかな、ダマ点ですね。いや、ここでリーチしたらもう嫌味になるんじゃないですかね。でも後々のことを考えたら、どれぐらい点数を上げてても、あ、これはどうだったですかね、もし G1 で待ってると。山に2枚、いや、ここでもしイーシャンテンの飯田がサブローワンスチャスト持ってきてリーチいったら、あ、それは追っかけるでしょうね。これでサブローワンでリーチ、うん、としたらどうですかね。安藤、これ絶対引かないでしょ。ええ、引っ掛けじゃないですか。そうですね、サブロワン薄いですしね、3ワンが1枚もない、ね、ローワンがあと2枚ですか。
うん、これやはり行きますね。これがやはりもうプロのきつさですよ。これでもかこれでもかというなんか悲しいまでのっていう。一発もですね。いやーもうこれ裏が乗ったら倍満ですか。六勝。はい。ニーズプロなんかコメントお願いしたいんですけれども。うんですか。いいですねこれね。